今、日本一制服が似合う男女を決めるコンテスト、第11回日本制服アワード、ドグランプリ受賞式&記者発表が11日、都内にて開催され、女子グランプリに高校2年生、雪あかり、夢、東京都出身、が輝いた、日本一制服が似合う女子、GP 雪あかり、受賞に喜び第11回目となる今回は全国約3000人の中高生から応募があり、グランプリ、準グランプリを含む22名の受賞者が決定。過去の受賞者では矢野優花がテレビ朝日、手裏剣戦隊ニンニンジャーのヒロインに抜擢され、マーシュアヤがミスセブンティーンに選出、中村玲乃が乃木坂46に加入など若手の登竜門としても注目されている。現在スターダストプロモーションに所属している雪あかりは、受賞できたことをすごく嬉しく思っています。実は去年も一度挑戦していて、今年こそは絶対グランプリを得る、という気持ちで挑んだので本当にグランプリを受賞できて光栄ですし、とっても嬉しいです、と歓喜。昨年は最終審査のカメラテストでポージングなどをうまくできなかったそうだが、最大限に自分の魅力を見せられるようなポージングをするためにたくさん練習してきました、とリベンジとなった今年のコンテストに挑んだ様子を紹介した。バル、雪あかり、今後の目標を明かすイベントでは制服ファッションショーにモデルとして出演し、ランウェイで華麗なウォーキングを披露。雪あかりは、私は初めてファッションショーで歩かせていただいたのですごく緊張したのですが、とても楽しく歩けたので、本当にありがとうございました、と感謝と共に初のランウェイでのウォーキングの感想を語った。また、今後の目標について、いろんな方に笑顔を届けられるような人になりたいというのが、芸能の仕事を始めたきっかけなので、私の目標はいろんな方を笑顔にすることといろんな方を幸せな気持ちにすることができるような人になることです、とコメント。将来は女優やモデルとしてさらに活躍したいと夢を語り、ダンスが得意なことから、ステージの上に立ってパフォーマンスをすることもすごく好きなのでそういった活動もできたらなと思っています、と意気込んだ。〇〇、雪あかり、憧れは今田美桜、憧れの人は、との質問には、女優のみならずモデルとしても活躍している今田美桜と回答。今田の SNS 写真に、可愛い、と魅了されているそう、幅広い面で自分をアピールできる方なので、今田美桜さんのような方になれたらなと思っています、と希望に胸を膨らませた。なお、男子グランプリには高校3年生、内田蓮、東京都出身、が選ばれた。